はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、ツイッター杯決勝トーナメント第1節、自分と姫くんさんの試合の模様を見ていきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、ゲストに竹脇、そしてトーマさん来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、決勝トーナメント1回戦は、全勝だった姫くんさんとでした。見ていきましょう。さあ、今日は即海外チームスキルです。毎回チームスキル違う。海外いました、今。海外。即日本、日即日本。今日は即日本チームスキルです。お互い森です森ね。一派ですね、はい。あ、姫くんさんのキックオフ。見ていきましょう。とりあえずヒューが逃げる。これラッキーですね。いや、これめっちゃチャンスだと思ったんだよね、ここね。うわ、来たじゃんと思ったら。なんで、なんでと思った。もうここマジ、なんでと思ったわ。あー、危ない。うわっと。これ打たれただけで危ないですね。これうまかったね、姫くんさんね。そうですね、しっかり回ってましたね。うん、このパスめちゃめちゃうまかった。っていうか、あそこでだって松山そんな取られると思わんじゃんね。どうなんだろう。取れない、ホットライン乗ってるから。ああ入ってく、入っていく。ミスからの失点ですね。ミスっていうか、わなんでみたいな。後ろにつけたり、なんで松山いるみたいな。うん、まあ、引っかかっちゃいましたね、あれは。そうなんですよ。おろ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 。姫くんさんね、結構マニュアルを多用される方でしたね。ここあれですよ。読み勝って5%上げる、日本人5%上がるからの、からのどうすると思う。うわーうわー、これってゴリゴリできますよね。もう迷いがない。迷いないっすよね。中央外れてますしね。そのまま、そうですね、オワイランだと止まらない。 12% 乗せの全力突きみたいな。これなら入るだろうみたいな。もう最近入らないから、これならじゃなくて。クリティカル出るんで。オワイランはやっぱシュート止めれないからね、基本ね、誰でも。あ、ブロックはやっぱりそんなによろしくないんですね。おう、もう返していく。今日はちゃんと追いついていく。さあ、この後。そうですね、お互い全力中なんでね。うん、ライン割ってしまう。ちょっとここはラッキーでしたね。これね、返せないですよ、スタンプ。自分のプレーの準備があって。あー、外周からの。これ抜けたらめっちゃチャンスだったんだよな、ここな。絶対パス警戒するでしょと思うよね。おお、もうドリブルすんの分かられてんのかな。ナイス読み。ランクマだとドリブルだもんね、うん、ここね。そうっすね、姫くんさんもかなりやり込まれてる。うわー、タイムアップならず。ここね、すごいです、中学生騎士だ。いけんすか、止めんす、止めれますよね。中学生騎士だ、ライサンキラーですか、ね。
でもパスカット500ありますからね。いや強いですね、はい、謎のデッキ即日本で、これで姫くんさん64かなんかあるんだよねこれね。日本人たけし分ですかね、たけし分かなんかで今ナポレオンってマッチしていいのかチェックしてて。ナポレオンは全然マッチして大丈夫です。あ、じゃあ守備が2つ以上あるのかなとか。ああ読み分けても、あ違う違う、あのオアイランでマッチしたかったんですよキックオフ。ああそういうことっすか。そう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 、なるほど。でとりあえずキーパーヘルナンデスなんで三崎と翼の位置を変えて悩んでますね。念入りですね。くちゃくちゃしてんだけど何を意識してんだっけな。あ、忘れちゃったな、何だったっけな。チムスキが、あ、危ない、危険危険危険、チムスキが。これね、力2本、力速ね、両方とも変えれるチーム好きなんですよ。すげえ考えてるね。結局すごい。結局、美咲くん真ん中じゃないじゃないですか。あ、逃げられた。あ、ここすごいよ。あの、今日の、俺本気だなプレーが出ますよ、ここ。おお、読み勝って、この後どうすると思いますか。困りそう。ノーマッチピョンできるか否かってとこっすかね。ノーマッチピョン、うわうまこれですよ、トーマさん。ノーマッピョンですね。ノマピョンってあのね、お酒飲まないで試合したからね今日ね。あ、この試合、今日っていうかこの試合ね。うん、でただね、上げたのいいんだけど 60% 出ねえなっていうこのモチベーションの中で、どう打っちゃえみたいな、たまには打ったらどうかみたいな。いやもうシュートは正義っすよ本当に。これ負けてんだよね、バフ負けしてるからね。ああ、ほんと4-2までは一緒なんだけどね、ほんともう何パーの差。うーん、ここはチャチャしていく。まあ、うん、そうですね。30%、うん、おろ。誰が自動パスが出たんだろう。ああ、ミスギについてなかったでしたっけ。もうああ、ミスギ自動ついてたね。ここチャチャチャしたんじゃなかったっけな。で、この取りマッチチャチャチャするんすか。これはもうすごいこと、えらいこっちゃですよ。ここ多分チャチャチャしたと思うよ。ドリドリドリ、あうわこれはあかん。これはあかんで。これね、あの予選リーグとちょっと違う引きを始めたんですよね。覚醒し始めましたね。すげえなこれは。ただね、ここであの両親が出てしまいました。まあでも混戦食らってるんで。いや違う、もうこの時間だったらさ、もうエリア内回して終わりたいじゃん、この形態になったら。もうハメ技で終わりたいなと思っちゃうでしょ。だってあとさ15分でしょ。割と回してますけど、そういう意味で言うと。いやまだ全然まだですね。あと2,3 回行き来しますよね。いやもう回すときはもうずっとで、あと15分だもん、うん、
かもここちょっと申し訳ないなと思って回すのやめてしたらマッチしちゃったいや、あの勝ちに徹するなら回すべきだったなっていう。 WCIC はもう回します。あ、 WCIC15 分だ。ツイッター杯はね、回す時間ないんですよね、確かね。あ、取り決めされてないってことですね。そう、てあの自陣の取りかご15分だけで、WCIC が17分で、この相手のペナ内は15分かな。なるほど。うん、あそこ、こちゃこちゃした割に結局ミスっちゃった。すごい、でもあのパス、タックルが、うん、引きつけたい、引きつけ、あーマニュアル行ってる行ってる行ってる、あーあーあーいやーそうなるっすね、あーお前らん来てるみたいな。そうそうそう姫くんさんがじゃあそんな感じだったでしょうね、はい、ということで1戦目なんとかでした。さあ2戦目、引き続き引き続き自分の攻めからですね。今度は力2本ですか。今度は力2本です。見過ぎを外してたけしがいます。最初バフ負けしてたんでしょ、バフ上げようと思って。じゃあ今度姫くんさんは攻めに転じてきてますね。タイガーボラントが入ってますね。即海外になってますね。ラットレーザーとサンターナーが入ってきて、これもらったと思ったんだけどな。あ、たけしヒューガ、これねすごいいったと思ったんだけどね。あー、これ1点目もらったと思うじゃん。ぴょんぴょんっていけば、あーなるほど。わー、これ姫くんさん多分上げてたんだべな、ごめんな。うまいですね。これ絶対マニュアル上げてたよね。上げてましたね。でこれね、悪い癖出るんですよこれどういうことですか。すぐタックルする、すぐタックルしたがるから悩んだけどタックルここ別にさ、セーフティーでパスカでいいんだけどさ、なんかランクは読みしちゃうんだよね。あー、これね、ここな、オアイラン下げれなかったんだよな。あ、てか石崎なんでそこいるんだよ。ただサンターナ取れると思ったんだけどね。60スーパーは出ない、出るんかな。オフェンス方面にしてるんでどうかなっていうところですね。ちょっともう決勝トーナメントからなんか固くいこうっていうのをちょっとやめてて、攻め切ろう。だって若林ですよスタメン今はね。抜けるシューターいっぱいいますからね、うん、そう、予選若島だったのにもうちょっと自分も攻めようとか思って。だって予選若島津の時何回入れられたんだよとか思って、変わんねえなみたいな。また先制されていくこれで今累計で同点ですかね。累計同点ですね、はい、でも今日のこの日の私結構頑張ってます。おお、自分で行く、さあ来い。すげえ悩んで、すげえ。めっちゃ悩んでる。ただ読み勝つ、しっかり。いや、
なんかいろんな可能性、相手だったらどうするかっていうのをずっと考えて。そうですね、読み合いの時はやっぱり相手だったらっていう風にな視点で考えますもんね。そう、もうここはシンプルにいきました。ここがね、60出てんですよ。うん、ノーホットラインで抜けてほしい。はじき、あー、ヘル、あー、ヘルナンデスあるあるっすね、これ。そう、結構弾いてくれますからね。またやっちまいそうな感じなんだけど、またやっちまってんだよね。やっちまってますね、これ。これあのこの間 のジョニーさんとの試合もひたすらタックルしてベタにパスされてって3回繰り返したからだ。読み曲げていく。これは危ないですね。危ないっしょ。入れないですよね。でも入れないですね。なんでどうするのかなっていうところですね。おお、引いた。これはもう前半終わりかな。多い多い、超えていく。うわー、これもう一点もんじゃないですか。これはこれも死んだと思います。これ翼も出せるし、しかもミカエルホットライン翼ができるんで。あ、それですかね、うん、まず見返るですね。いや、あのチャチャチャ食らうともうどうもならんよ。で翼、そうですね、うん、ただあの必殺技なんでね、この場合ね。これは決定的、かなり厳しい。これ結構積んだと思いましたね。チャチャチャトーマさんの言い方よ。いや、まああのさっきね、自分も弾かれたし、まあお相手かなみたいな感じで、まあ、あそこのワンツーのところが、ワンツーはあれえぐいっすね。はい、これ後半変えなかったのかな。変えた気がするんだけど。何を悩んでんのかな。このさんが自分を突っ込んでいくっていうのが面白いですね。うん、いや、何かを悩んでんって。うん、毎回ナット入れんの何なんですか。そう、いや、ナットを入れたら絶対に、あ、まあまあ絆は乗るっすけど、面合わせですかね。面合わせと、あと攻め勝とうっていう、この日のあのバフ勝ちの攻め勝とうっていうモチベーション。すごい、松山あそこに置く人いないでしょ。だってまあ攻め寄りですよね、考え方的には。うん、いや、もうあんないわゆるトップ下っすからね。そうそうです。うわー、降ってないな。さらにバフ増しして、うん、根がうわーみたいな、チャチャチャー。
クリッとしてさあここどうするか、さあここどうするか、あなたならどうする。いやもうここはもうシンプルにヒューガにパス思うじゃん。あホッツラインですね、裏抜き。あーなるほど、うわうまっピョンせずね。いや、やっぱりあの組み立て、頭の中で組み立てられてるからこそですね。いやちょっと今あれお前ら間に、あ間に合いそうで怖かったけど。わあナイスシュー、なんとか同点。まああのチャチャチャからですけどね。もうゴリゴリゴリって攻められるときついよね今でもね。ここ出ないんすわ。うわ写真撮ってる。携帯してたんです。いやもう多分おいって言ったときに指当たったんでしょうね。多分だから携帯。コドさんがファミコン持ちをしてるっていうことがわかるあれですよ。あ優勢出してる。あ中央エリアなんでね。うん。ナトゥ。おぉうわぁ、あ、ラファエルが残る。ここ、ここチャンスだったんだよね。もう一回マッチですかね。うん、まあ、なりますね。ちなみにナットレーザー使ってるんで勝ちたい気持ちが強いですよね。うん、おわいらん。さあ、これどっちだ。パス松山。パス松山が見えますよね、やっぱね。そうっすね。でもドリブル警戒ですよね。バズ読むんかいみたいな。そこ、ドリブルの方が怖いっしょとか思うんだけどな。ねえ、あっこで距離稼がれたらもうピョンしてやりたいようにやられますからね。そう、ここおうまい、うお、あー出ない、出ないんだよな、ファイルいるから。うわーゴリられていく、キンクリでねゴリられちゃうんですよね。僅差でしたね。クリティカル分これは危ない。危ないですね。撃たれたら、撃たれたらやばいですよ。いやここはね、私読み勝ちですよ。いやもう撃ちますよ。なんなら、あ撃たない。うわ。あの距離だとね、入らないって分かってるんですよ姫君。なるほど。まあ時間なかったんで前に出しちゃったけど。延長です。引き分けだとこれはトータルで勝ちになりますね。そうですね、はい。あ延長どうやって決める、延長どうやって決めるんだろう。ここ超ラッキーだった。これはラッキーですね。ウィンじゃんけんに勝ちましたね。そうそうそう。ミサキでいいんじゃないですか。あ、翼か。翼。上がれ。俺が最高のパスを出す。行くぜ。やっぱね、ヘルナンデスなんで翼くんがこの時間でも元気なんですよ。ああ読み勝ち。ただもう1万5千差あるんでね、もう軟活です。
遠慮なく行くぞ。トラップ。いや、もうちょっと10分だったんで。遠慮なく行くぞ。もうあとはヒューガでお願いするしかないですね。うん、これはね、あのもう 60% 出るヒューガになってるんで、あとは抜けろっていうね、お願いヒューガ君みたいな。もうほんと僅差だけどね。めっちゃ僅差っすね。うん、3000差ぐらい。うん、ここはこの日の試合はちゃんと入っていくっていうのがねポイントでしたね。うん、予選が辛かったっすからね。全力、全力がスナップ取れないんだよ。ホットライン乗るとやばない。強いですね。うん、発想飛び俺も積もうか。オワイランが逃げる。オワイラン逃げてんだけどさ、もう間に合わないんだよねこれね。読み分けると、読み分けてあーサンターナですね。自動出ないんだよな。全力はつくんですかこれ。全力つかないですね。ああやばめな。はい、金クリ？え、金？虹？金。これは絶対絶命。まさか。さあどうか。ああ飛んでる。ああこれトータルがトータルが3対4対3になったのかな。まあ、ただ最初の試合で勝ってるんで。はい、もうあと過ごせば終わりなんですけど、これ時間あったら危なかったです。虹ってこれグイグイじゃないですか。抜けていく。うわ抜ける。まあなるんすね、なっちゃいますねこれね。はい、というところで2試合目はドローという形で、トータルで4対3でなんとベスト16いっちゃいました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、まあチャチャチャも同じくらいだったんじゃないかなとね思うんですけど。そうですね。いやでもやっぱりあの気持ちのこもったチャチャチャがトーマさんから出てたんで、その分を鑑みるといや同じくらいだったと思う。いや同じくらいですよ。いや姫子さんのあのワンツーはちょっとエゴかったですね。はい、まあまあまあ、うん、まあ極端なねひどい方よりはなかったんじゃないかと。まあ若干どうでしょうかね、まあ、シュートの時一回自分の方が有利だったっていうのもねポイントがあったかなと思うんですけど、はい、もうこの辺になるとね、誰がどういう試合になるかわからんよね正直ね。そうですね、やっぱり展開 RNG はやっぱり多少はまあ絡んできますけど、でもそれでもね、うん、取って取られてってなりますよね。うん、まあ、特に若林使ったからねやっぱね余計です。さあトーマさんいかがでしょうか。いや本当にもう本当僅差というか、どっちに傾いてもおかしくないのかなというふうな試合ですね。そうですね、この試合は、うん、まあ、どっち勝ってもおかしくなかったかなというところで、はい、というところで、ツイッター、決勝トーナメント1回戦の模様でした。
ったというところで皆さんにご視聴ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。そして対戦してくれた姫くんさんありがとうございます。それではまた。